どうも、公認会計士の加藤和弘です。今回のテーマはこれからの会計士に必要なものです。私は大手監査法人8年勤め、会計コンサルに3年半勤めました。そして実は直近で転職をして、今はまた違うことをしようとしています。私の話はまた後日話すとして、今回転職活動をして改めて思ったのは、会計士の資格があれば一生安泰っていう時代は終わったなっていうことです。転職活動をする前からなんとなく気づいてはいましたが、もう完全に確信に変わりました。またまた YouTube だからそうやって煽ってるんでしょって思いますよね。まあ半分そうです。煽ってます、ごめんなさい。でも半分はマジで思ってます。まあ何をもって安泰とするか、何をもって終わりと思うかっていうのは人それぞれです。なので今日は会計士が働く環境について、加藤がどう感じているのか、じゃあ会計士はどうしていくべきかっていう話をしていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まず会計士の資格があれば一生安泰っていう時代は終わったをもう少し詳しく説明します。私が思うに、このご時世会計士は3つの脅威にさらされています。脅威1つ目、進化し続ける AI。 私は正直 AI についてめちゃくちゃ勉強したわけではありません。その道の専門家でもありません。でもチャット GPT すごくないですか。簡単な会計の質問に対する回答も、よくわからない法律を要約させることもできちゃいます。Google のノートブック LM もそこにアップした本や文献を要約したり、それに基づいて回答を作ったりしてくれちゃうわけです。そしてどこからの引用かもすぐに示してくれます。もちろん超絶実務的な質問への回答はできません。例えば申告書のドラフトと税効果計算シートをアップロードして税率再分析してくださいなんて依頼はまだ受けてくれないです。ですが今の AI の進化具合を見てると、そんなこともできるようになる気がしませんか。もちろん AI がミスることもあるので、それが正しいかどうかを判断する力はある程度必要です。ですが会計士ではない人が会計士ばりの知識をもとに会計処理について判断はできなくても、検討ができる時代はもう来てます。複雑な会計基準を理解していなくても、最新の会計基準を頭に入れてなくても AI が教えてくれるのです。会計士の強みであった会計や監査に関する専門性、複雑な会計基準を分かりやすく教えるあたりは AI に代替されると思います。脅威2つ目、ありすぎる仕事の選択肢。選択肢があることはいいことじゃないんですか。いえ、私はむしろ残酷だと思います。昔は会計士といったら監査、あとはコンサルか、実家の会計事務所を継ぐか、上場会社の経理をするかが主流だったと思います。ですが今はキャリアの選択肢が無限に広がり、起業、投資家、独立、エンジニア、何でもありです。それを支援する情報もたくさん落ちてます。この無限の選択肢からやりたいことを選べます。選択肢ありすぎて何すればいいかわからなくないですか。監査やるにしても、中小監査法人という選択肢もあるし、中小監査法人を立ち上げるっていう選択肢もあります。会計士受験のように正解の選択肢を求めて考えていた人にとっては、この正解がないキャリアの選択肢は地獄のように感じるでしょう。月日はあっという間に流れ、気づいたら40歳を超え、監査法人にこのままいてもいいんだろうか。しかし監査しかやってこなかったキャリアでは、転職市場での転職もなかなか難しい。どうしようなんてことも起きえますよね。とはいえ選択肢がありすぎてやりたいこともないから今転職するのは違うって考えてる人もいるでしょう。キャリア迷子になってしまう原因の一つとして情報過多はあると思います。脅威3つ目、ライバル会計士たちです。日本公認会計士協会が公表している会員数の推移を見ると、2010年12月末時点の会員数は3万92名でしたが、2023年12月末時点では3万9198名まで増えています。全員バリバリの現役というわけでもないですし、今後どうなるか分かりません。ただリモートワークでどこでも働けるし、正社員でなくても副業でも良くなりつつあります。そうなった時、地域とか時間とかの縛りから解放され、より多くの選択肢から比較して採用する動きを取るでしょう。特に会計士のような給料が比較的高い人材については、より慎重に比較して採用します。会計士だからといって転職余裕なんてことはありません。以上のように進化し続ける AI、 ありすぎる仕事の選択肢、ライバル会計士たちの3つの脅威にさらされています。
今までは会計士だからという理由で他の人と差別化できて優遇されていたかもしれません。ですが今は会計士の中であなたの優位性は何ですかって問われる時代になったんじゃないかなっていうのが私の感覚です。優秀な会計士にはお声がかかって、いまいちな会計士は淘汰される、そういう厳しい世界が待っています。さあではそんな厳しい時代、これからの会計士に必要だと思うものを紹介します。あくまで私の考えなので異論反論はあるでしょう。ぜひコメント欄で教えてください。ただ私はこの11年間で200人以上の様々な会計士と働いてきました。それなりに会計士の世界は知ってるつもりです。そんな経験を踏まえて必要だと思う3つの特性を紹介します。まずクリエイティビティ。クリエイティビティは芸術とかデザインとかに限りません。要は工夫することです。どうやったら解決できるか。クリエイティビティは課題を解決するアイデアを生み出す力のことです。先天的なものはあるかもしれませんが、知らなかったことをインプットしたり、やったことないことをアウトプットしたりすることで鍛えられると思います。引き出しをたくさん作るイメージです。たくさんの引き出しから取り出していく、そしてまた引き出しを作っていく、時には引き出しにあるもの同士をくっつけてみる、そうやってクリエイティビティを磨くのです。そして2つ目は勇気。どれだけ素晴らしいアイデアが浮かんだとしても実行しなければ無風です。しかし実行するのは怖い、怒られるかもしれないし、バカにされるかもしれない。勇気とはそういう短期的なネガティブリスクを必要以上に恐れないことです。勇気を持つためには他者貢献してください。詳しくは嫌われる勇気に書いてあります。最後3つ目は泥臭さです。素晴らしいアイデアが浮かんでそれを実行する勇気があった時、やり遂げるために必要なものは何でしょうか。それは泥臭さです。アイデアを実行するのは本当に面倒くさい、心が折れそうになります。でもやり遂げるのは自分しかいません。もちろんそれを効率化するアイデアを実行するっていうのもあると思います。例えば Excel の関数を組んだり、 AI を活かすための勉強をしたり。でもそれも最初に関数を組んだり勉強したりすることは面倒くさいですよね。面倒くさいと言いながら泥臭く向き合えるか、最後はそこにかかってます。さあこれからの会計士に必要なものを3つ挙げました。クリエイティビティ、勇気、泥臭さ。これを聞いて意外に思った方もいるかと思います。論理的思考力、コミュニケーション能力、判断力、より高度な会計の専門性、プログラミングスキル、人脈といった答えを期待していたかもしれません。ですが結局そういったものはトライアル&エラーの中で身についていくものだと私は思っています。たくさん失敗して次はどうするって考える中で自然と身についていくものです。そして未知に挑戦して得てきたものこそがその人のオリジナリティを形成していきます。そのオリジナリティこそがこんな時代における競争優位性になるのです。挑戦の試行回数を増やすために必要なものがクリエイティビティと勇気と泥臭さです。じゃんじゃん挑戦しましょう。以上、これからの会計士に必要なものでした。いかがでしたでしょうか。役に立ったよという方はいいね、チャンネル登録もお願いします。ご意見ご感想ぜひコメント欄へどうぞ。それでは次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。